ちは。ちょっと早めに到着しました。今日は海釣りです。気が流行って早く来すぎちゃいました。ちょっとアジ狙いつつ、イカが来たらイカ釣れるといいけどね。夜からだからね。試合まで時間があるから何しよっかなって感じだね。それまでやべえ。試合が来る前にもうなんか心が折れそう。来ないな。一旦アジやってみるかな。なんだ？これついてるかも、イカ。お、ゴミ？イカ？ゴミ？イカ？ゴミ？イカ？どっち？イカだ、ジン！イカ、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 イカ！よしよし。はい、釣れました。ヒイカ、多分ヒイカ。もしくは剣先のちっちゃいの。ちょっとわかんないんすよね。よし、じゃあ一旦アジ狙おう。さあ行くよ。軽く投げる。そこまで落とす。流れたいね。もうすぐカニ釣りだからね。着底した。着底したら巻きながら誘って、たまに落とす。巻きながら誘って、チョン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 、ピタッ、落とす。チョン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 、ピタッ。ダメならもう一回落とす。多分トレース位置的に明暗と明暗の位置に来るんじゃないかな、次のトレースが。OK、取れてる。トン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 、トン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 、ながら巻きな、おっしゃ、来た。なんだなんだこれ、アジじゃないかもしれない。なんだろうこれ、弱いな引きが。アジか。来た。ちょっと細いなこの足。はい、234ってところ。よし、とりあえず1匹ゲット。まだアジ釣れるね。もうね、このエリアではだいたいもうみんなアジングやってないんだけど、巻き誘い。おお、やりか、やりかがいる。皆さん、ヤリイカがいる、ヤリイカがいる。どこ行った、どこ行った。あ、おった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 。さあ、おった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 。さあ、これ確認してくれ、見つけてくれ。これいいよ。ヤリイカ泳いできたよ。一匹だけだけど。え、どこ行った。おったよね。見えなくなった。一瞬でおらんくなったな。あ、でもチャンスあるってことやね、これでね。おっと、ベイトが入ってきたぞ。ベイトがどんどん入ってきてる。これはいいよ。さあ、次来るよ。
次ライン来るから。うん、なんか味っぽいのを追いかけてる感じもする。さあ来い、この辺りで来い。よしか、ほら来た。よっしゃ、オッケーオッケー、できすぎ、オッケー。わ、狙い通り釣れるとかもう嬉しすぎるやろ。めっちゃお利口さんやな、この味。言った通り釣れてくれるやん。びっくりするわ、こっちが。そんなダイバー雇ってませんよ。おお、なんか味、あれ味でしょ、追いかけてるね。あれのサイズ、さっき釣れてるぐらいサイズよね。もうちょっと大きいのがね、いると思うんだよね。よいよいよいよ、行こう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 。あれ、行こう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 。それいか、それいか。ちょっといかんいかんいかん。これはいかん。いかん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 。いかいか。はいはいはい、はい、え、マジ反応してくれ。わ、2頭を追うもの1頭も得るってやつ。はい、いや、はい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 、忙しいよ。味狙い、味狙いよ。何もなかった、いいね、何もなかった。イカには完全に無視されました。くっそー、あのイカ手ごわい、スレスレやな、あいつ。あれが捕食してちょっとスイッチ入った段階で狙おう、もう一回。うん、捕食してんだよな、あれ絶対。おおおおおお、よっしゃ、いい味きた、いい味きたよ、いい味きたよ。よし、26オッケー。手返し重視で 2g にしよう。下の方のでっかい味くん来い。着底しました。速い動きだと重いからね。やるよりは早い動きだぞ。ストーンと、さあ来るよ。よいしょ、おいしいなんなの？いやでも、ちょっとちっちゃいけど。いやでもこんな春先にこっちのエリアでこんな釣れることって初めてかもしれない。ほんと、イカのついでだったんだけど、ほんとは。よし、来たんじゃ、ほら来た、これは来た。よし、これは尺八でしょう。やった、この時期に釣れるんだ。
謎の物体を発見してしまった。これは、いや、行くしかないでしょう。さあ、け、はい、入った。なんだこいつ。お、ハリセンボン取れた。多分冬の寒さで耐えきれなかったんでしょう。すまねえ、そんなに弱ってるとは思わなかったんだ。さようなら、三段目遥か彼方。普通に泳いでいく。上にだいぶ映ってんだこれ。下で当たんない。この辺で当たるんじゃない。お。だいぶ映ってる。よし、ほら。こんな中のアジングってなかなかないやろ。ねえ、皆さん見たことありますか、こんな土砂降りアジング。おお。でも釣れちゃうんだもん。終われないよ。あのハリセンボンくんずっといんな、あそこに。ちっちゃい。若干スパイラルすると思うけどね。おし。釣れはするけど、だーっと。スタートで食ってくれるな。そっちより楽よね。ボールの方が反応するね。このサイズ。ちょっと上釣りではサイズが出ないね。落としてみます。あと1本大きいのがいたらいいのかな。おい、何のワンかな、これで。おいしょ、いいよ、いいよ、よっしゃ、はい、誘い上げ。ちょっと肩よくなってね。おし、おお、おお、うわわ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 、めっちゃ元気。よいしょ、おいしたー、27。あー、いい味だ。よっしゃ。下から上がってくると釣れるね。今日はナイスアジングでした。ラスアジは28でした。やったぜー。